感染者急増による医療崩壊を防ぐために必要な病床の確保を目指す方針です。東京都によりますと新型コロナウイルスによる入院患者数は昨夜の時点で394人で対応している病院では500床の受け入れ体制を確保しているということです。一方、厚生労働省ののクラスター対策班の予測では、 来月6日からの1週間で海外からの帰国者を含めて国内で最大およそ1100人の感染の恐れがあるほか別の試算では最悪の場合都内の感染者が2万人に達しこのうち20%に当たるおよそ4000人は入院が必要になる見通しです。 都は入院患者のために4000床の確保を目指すほか軽症や無症状の患者については自宅や宿泊施設などで療養できるよう厚労省と協議しています。